うわうわあ、襲っちゃダメ、襲っちゃダメ、怖い怖い、ということでですね、怖い怖い、今日は我々はですねこの佐久臼田イタリアンダイニングルーチェに来ております。ジェイソン参します。うわさやかです。さあさやかちゃん、はい、こう見てわかるようにですね、うん、今日我々はですね、はい、こういったのハロウィンパーティーの会場にお邪魔しているんです。はいさやかちゃん、はい、俺は今日はさ、うん、うわジェイソンなんだけど、さやかちゃんのテーマは今日はね、かわいいリビルさんで来ました。はいカメラさん下から舐めてオッケーということなんですけどもね、はい、さあ皆さん、このハロウィンシーズン本番、今日はですね、はい、このルーチェで何か非常に楽しいパーティーが行われると聞いております、はい、あれ、さやかちゃん、はい、このセクシーな胸元の8番って何？今日はですね、うん、なんと仮装大賞がありまして、豪華商品も用意されているということなので、私もエントリーしてみました。金ちゃんもびっくり仮装大賞ということですけどもね。ではですね、早速あれ潜入取材入ってみましょう。じゃあカメラさん、行きましょう。行きましょう。すごいことになってますよ、このルーチェの中は。今日はもう辺りを見てもですね、皆さんこう仮装でね、いやいやいや、びっくりしましたけれどもね。さあそしてですね、カメラさん、ちょっと店内を見てみましょう。あれ、あれ、何かここにいらっしゃるのは落ち武者さんですか？こんなにもいっぱい落ち武者さん、いやいやいや、すごいですね。やぶが刺さってますけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？めちゃくちゃ痛いです。痛いですね。早く救急車呼んだ方がいいや、これ。ということでですね、はい、ちょっとではですね、この落ち武者の皆さんにお話を聞いていきたいと思うんですけど、はい、じゃあ代表の方は、落ち武者代表という方は、はい、矢が刺さってるそうですけどね、お話聞いてみたいと思いますけども、はい、今日は何時代から来たんですか？戦国時代。戦国時代からどうも。お疲れ様でございます。さあ今日のですね、このハロウィンパーティーなんですけども、はい、浅間 PLC というですね、何かハイカラの名前、この現代のハイカラの名前聞いたんですけど、はい、これはどんなグループになるんですか？浅間ポイントラインサークルっていう。ポイントラインサークル、略してお願いします。お願いします。略して PLC です。あー、 PLC ということなんですけどもね。さあ今日はこのハロウィンパーティー、あ、大丈夫ですか？あの、矢が取れましたけど、はい、大丈夫ですか？はい、朝さんじゃった。あ、また刺さっちゃったよ。痛い、はい。今日は大体何人くらいのパーティーなんでしょう？今のところ100ぐらい。すごいですね、100人ということですけれどもね。さあさらに隣の方、はい、あ、この方はあの矢刺さってませんね、はい、うまく避けたんでしょうね。そうでしょうね、そうでしょうね、はい、ということなんですけどもね。さあ今のお気持ちいかがですか？この現代にタイムスリップしてきまして、はい、いや緊張しちゃいますね。そうですか、ね、なかなか日本語上手ですね、はい、大丈夫ですね、はい。だからこう首元もおしゃれじゃないですか、なんかネックレスしちゃってて、あ、なかなか昔のね、落ち武者の皆さんもね、しゃれ、ね、はい、てますけれどもね、はい、じゃあ今日楽しんでってくださいね、はい、ありがとうございます、はい。そして、あ、はい、あら、あれ、あれ、あれ、ビューティーじゃないですか？あ、ちょ、なんか、いや、まさか違うでしょ、ビューティーがこんな落ち武者にきっと似ているビューティーじゃないです。ひょっとしてあなたはビューティーさんですか？私は落ち武者です。あ、そういうことですね。さすがにね、さすがに、ね、そうですね。世の中に、ね、3人いると言いますから ね。さあ落ち武者さん、今日はですね、何時代からタイムスリップされてきたんですか？私も皆さんと一緒に戦国時代から。お疲れ様です。お疲れ様です何かこうワンポイントファッション講座とか上手そうですけれども ね、 ね、はい、ファッションとかは、ね、昔の人はこの頭ばっかりですから、はい、私はファッションなんで全然。ファッションって何ですか？ああ、そうか。でも小物使いがすごく上手で、ちょっとね、何かね、一歩先いやが刺さってる、ね、おしゃれです ね、 ですね。いやしかし世の中には似てる人がたくさんいると言いますけども ね、 ビューティーかと思ったんだけどな。じゃあ今日ねパーティー楽しんでくださいね。はい、落ち武者さん、ありがとうございました。あ、さあそしてですね、さやかちゃん、はい、さらに何かもう一方発見したんですけど、落ちぶれてる落ち武者が落ち武者の中でも特に落ちぶれちゃったっていう感じがするんですけどね、はい、ひょっとして落ちぶれてますか？
イエス。英語。ひょっとして今日はアメリカからですか？イエス。もうチョコレート大好きだと言ってますけどもね。さあ今日このね、現代長野県佐久市のハロウィンパーティー、はい、どうですか？イエス。イエス。なるほどなるほど。多分イエスしか知らないですよ。そうですね。いやじゃあですね、カメラ目線でですね、ぜひお事務所さんお願いします。イエス。ありがとうございました。ということでさやかちゃん、はい、今日はですね、はい、本当にいろんな方がいるこのハロウィンパーティーなんですけどもね、はい、おちむしゃさんたちも大勢いらっしゃいます、はい、じゃあこの後もですね、盛り上がる様子お伝えしていきましょう、はい、楽しんでください。ハッピーハロウィーン。ということでですね、はい、この会場もますます盛り上がってまいりました、ね、元気ですね。はい、さあそしてはやかちゃん、はい、今回のスペシャルゲスト、はい、現在はね、長野県内で活躍している、はい、もうマジックといったらこの方ですよ、ミスターマサト。ミスターマサト。あんまり売れてませんけどね。いやさあマサトさん、今日はどんなマジック見せてくれるんですか？いやもう皆さんからご要望を受けるものなんでも、はい、スプーン曲げからカードマジックまでやります。じゃあ早速カメラさん、ミスターマサトと一緒に回ってみましょう。行きます。行きましょう。こちらの店舗、今から僕はこう弾いていきますから、好きなところでストップとおっしゃってください。行きますよ。早いよ。早いよ。でも覚えてます。はい。マーク数字覚えました。はい、言っちゃダメよ。おじさんちゃんと見た。今見たよ。もう一回切ってもらっていいですか？もう一回。でこの時点で分かるのは、多分赤いカードだっていうのは当たってますね。あーどうですかね。すいません、ちゃんと切ってもらっていいですか？結構切ってるよ。切ってください。もっと本気で声したよかったよ。ちゃんと切ってもらっていいですか？切りました。どっかにあるわけじゃないですか？そうです、はい、ありました。ありました。ありました。もう一回切りますね。はい。おお素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。こうやんなきゃダメ。こうやんなきゃダメ。すいません、人差し指1本出してもらっていいですか？だからこんな感じでトランプを僕流していきますので、好きなやつ1枚パッと指で触ってください、はい、指さすだけです。いいですか？これですか？これですか？おーい。マジか。いいよ。いやーすげえ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでさやかちゃん、今日はですね、このハロウィンパーティーにはたくさんの皆さんが参加してもらっているんですけども、はい、この時間は可愛いお友達に来てもらいました。みんな元気ですか？元気です。あれあれあれ、まだ元気がないぞ。元気ですか？元気です。はい、ありがとうございます。いやさやかちゃん、子供たちも今日は仮装してる。そしてお母さんたちもすごいですよ。もう仮面舞踏会かと思っちゃいましたよ本当に、はい、ということですけれどもね、じゃあ早速ちょっとね、仮面舞踏会のお母さんにも一言聞いてみましょう。お母さんこんにちは。今日のテーマはどんな、今日仮装のテーマは？今日のテーマはハロウィンなのに。お子さんもかぼちゃですか？かわいい。かわいい。食べちゃいたいぐらいですけどね。もうパンツキーっていう感じがしますね。じゃあちょっと前に見てもらって、この子今話題のなんだっけ？ジバニャンです。妖怪ウォッチだね。かっこいいね。そしてその横にいるね、ね、こちらにもいらっしゃる。ドレス姿で、こんにちは。かわいい。お名前教えてください。はい、ありがとうね。今日どうこういった可愛いドレス着てみて楽しい？いやすごいですね、カメラ目線が上手ですけどもね。さあそしてさらにですね、先ほどからカメラ目線のですね、こちらのね、非常に可愛らしいキッス、これは大物になりますよ将来。はい、こんばんは。お名前は言えませんね。まだまだまだ言えませんけどね。お母さんおいくつですか？10ヶ月になります。あーそうですか、かわいいですけどもね。ちなみにお母さんおいくつですか？それはいいですね、それはいいですね。はい、横にはですね、ダンディーなお父様もいらっしゃいますよ。わお
あ、これはお子さん今日ミニマウス。ミニマウス。うわー、すごいですね。ほら、みなみ。どうですか、今日のハロウィンパーティー、お父さん。楽しいですね。楽しいですか。ありがとうございます。じゃあ、そしてね、前の方にもですね、やっぱりじゃあ、サイバちゃんのね、お近くの友達に。見て、手作りの、これは何ですか。これお化け。お化けです。誰が作ったの。僕ちゃん。すごい、自分作ったって。はい、サクッとテレビ。じゃあ2人で行きます。ありがとうございます。皆さん、
ちゃんの旅行券3万円分です。3万円分の旅行券をドドンとプレゼント。まだ名前が呼ばれてない方はですね、チャンスありますからね。番号呼ばれてない方はまだまだチャンスがありますよ。じゃあ小池さん、そこ発表しちゃっていいですか。お願いします。はい、ということでございます。さあ皆さん、3万円分の旅行券当たったのはこの方です。ドラムロールスタート。さあ会場が緊迫の一瞬。さあ小池さんに高々と抱えられている3万円分の旅行券、中空っぽということはありません。すいません、もう一回アンコールでドラムロール流してください。もう最後ですからね、ドラムロールお願いします。さあ引っ張ります、引っ張ります、引っ張ります。3万円分の旅行券、じゃあそろそろ行きましょうか。さやかちゃん、行っちゃいますか。3万円分の旅行券はこの方、エントリーナンバー10番。今のお気持ち。3、2、1、9。だー、違うか。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。この皆様ありがとうございます。3万円でどこ行きましょうか。長島スパーラウンド行きます。はい、ということでですね、さやかちゃん、今回はこのルーチェからお送りしてきましたハッピーハロウィンパーティー、素晴らしいパーティーでしたね。皆さん楽しかったですか。さあですね、最後はこのポーズで締めたいと思います。ではですね、今日一番の笑顔でカメラ目線でお願いいたします。せーの、サクッとベリー。美容室アップスではいつでも綺麗に、もっと綺麗に、そしていつまでも綺麗にの思いで、ファッションからアンチエイジングまで皆様に喜びを提供しています。チャラッチャチャラララッタラッハッハッ、チャラッチャチャラララッタラッハッハッ、ということでマイケル舞島でございます。さあ今日私はですね、この KDC555 セカンドシングル夢に向かって555オーディションということで、パフォーマーオーディションの場所にお邪魔しております。やはりね、この KDC といえばもう地域を代表するダンスグループ、今回は注目のセカンドシングルのパフォーマーオーディション、さあどんなオーディションになっていくんでしょうか。皆さんどうぞよろしくお願いします。拍手。はい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 。さあこの KDC と言いますとね、もう忘れていけないのがもう KDC のインストラクターです。さあ今日のインストラクターはこの方。どうもまゆです。おっと、ナイスフレームイン、下から出ちゃいました。はい、ということなんですけどね、このまゆ先生といえばもう KDC に欠かすことのできないダンスインストラクターになるわけです。さあ先生、今日のこのセカンドシングルのオーディションなんですけど、はい、今日はどんなオーディションになるんでしょうか。今日はですね、はい、セカンドシングルの夢に向かって555という、シングルなんですけど、それのパフォーマーオーディションとして、その曲中で、まあ、一人とかそのソロパフォーマンスをしてもらうためのオーディションをします。なるほど。じゃあそうするとですね、もう後ろには今回オーディションを受ける皆さんが並んでいるんですけど、今日は何名ぐらい参加するんですか。今日は16人ですね。わお、16名。みんな顔が固まってます。おー、みんな固いよ表情が。みんないつものスマイルはどうしたの。いつものスマイル、スマイル、スマイル、ということでございましてですね、さあいよいよこの後は注目のオーディション、はい、皆さんにですね、この熱気を減る会場の模様をお伝えしていきたいと思います。はい、ということでですね、今回のオーディションの先生方、審査員の皆さんにもちょっとお話を聞いていきたいと思います。
まずはこの曲がイベントでも使われます。トラックの日ふれあいフェスティバル2014、そして長野県トラック協会作地区輸送協議会の中島武人さんにお話を伺います。イベントの総合プロデューサーということです。よろしくお願いします。お願いします。社長イケメンじゃないですか。いえとんでもないです。社長踊ったらどうですか。いや僕はダンサーが苦手なので、はい、そうですか、そうですか。ということでですね、この中島プロデューサーなんですけども、中島さん、今回のオーディション、やはりこのイベント主催者としてはどんなアーティストを望みますか。やっぱり元気よくですね、見ている僕たちが一緒に体が動くような、そういうパフォーマンスができるかを期待したいと思います。さあ続いていきましょう。今日はですね、審査員の皆さん方がこの緊張の面持ちで並んでいるわけなんですけども、さあ川手はですね、ナイスフレームインを見せてくれました。やはりこの KDC ではこの方、まゆ先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先生、先生は今回のオーディション、どんなポイントで今回は審査していきますか。そうですね、ボーカルが意外とパワフルなので、それに負けないような555のメンバーとして、555らしいパワフルで元気なパフォーマンスを見せてほしいです。最近なんか先生綺麗になりましたねありがとうございます、はい、さあ続いていきましょう。代わってはですね、この KDC の映像担当です、広末慎介さんにお話を伺います。よろしくお願いします。こんばんは。広末さんもね、いい男ですけど、カメラさんアップ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 ということでございますが、さあ広瀬さん、映像担当として今回のオーディション、どんな点に注目されますか。ですね、命ですね、僕は。あとやっぱりメディアを通すと、やっぱりその臨場感というのは失われてしまうので、やっぱそういったところでも伝えられるパワー、まあ、命ですね、この命がどれだけ燃えているかというところをぜひ見たいなと思っています。私もぜひ広瀬さんの TIM もどきの命のポーズが見たいんですけど、それは難しいですか。まず一緒にやりますか。そうそうそう、そうですよ。はい、せーの、命ということでありがとうございました。いや非常にね、この視聴者サービス精神旺盛のこの広瀬慎介さんでございましたけどね、こう 踊っている皆さんたちのこう命を感じたい、鼓動を感じたいということでした。じゃあ今日も厳しい目線でお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ続いてはですね、この KDC の音楽を担当されておりますサッタさんにもお話を聞いていきたいと思います。さあサッタさん、サッタさんもね、先ほどから厳しい目線でもう資料をご覧になってますけども、やはりこの音楽担当として今回のオーディション、どんな点注目されてますか。音楽としては今回この曲で勝負かけてます。勝負をかけている、この夢に向かってゴーゴーゴーということなんですけどもね。じゃあそうするとですね、この曲のこう聞きどころというと、どんなポイント。はい、秋のイベント、素晴らしいイベントがたくさん揃っています。お客さんもいっぱい来ます。ですから今回は元気が出る、特にあの歌詞にこだわりまして、みんなで元気になってもらおうというような歌詞にしてますので、これから、パフォーマー、それから、まあ、ボーカルの皆さんも本当にみんなに元気を与えられるような、パフォーマンスをしてもらいたいと思っています。こちらにはですね、今回この KDC555 で見事このボーカルを務めるという角田マリアちゃんに今日は来てもらってます。マリアちゃん、こんにちは。こんにちは。マリアちゃんは今回ボーカルでね、歌を歌うんだけれども、こうはこのダンサーを決めるオーディション、マリアちゃんはこのお友達の演技、どんな点を注目してますか。みんなが楽しく踊っているか見たいです。あ、なるほど。マリアちゃんは歌うのは大好き。はい。今回こうどんな気持ちでこの曲歌ってるの。みんなが楽しめるようにこっちを、自分を明るくして歌っていきたいです。あ、素晴らしいね。マリアちゃん何年生。中学1年生です。なかなか中1でここまでのコメントは言えませんよ、カメラさん。そんなですね、この角田マリアちゃんも注目しているというこの KDC555 のパフォーマーオーディション、さあいよいよスタートです。では皆さん、どうぞよろしくお願いします。
ちっちゃいんだね、ちょっとね、ピンがね。5番のね、5番のもの、ね、が KBC ガガゴ second single 夢みもかガガゴゴということですね、今回も非常にこう熱いオーディションが行われたわけなんですけども、まゆ先生、はい、いや本当に今回はすごいオーディションでしたね。白熱してましたね。ねえ、もう熱かった熱かった。びっくりしましたね。はい、そしてびっくりしたのがですね、私のマイケル前島、なんとこの曲がサクッとテレビのエンディングテーマに使われるそうです。そうらしいです。はい、いやいや、これも驚きですけどもね、はい、今日番組のね、注目のエンディングにも皆さんご期待ください。はい、さあではですね、このようにこの KDC555 素晴らしいメンバーとともにですね、はい、じゃあ今日はこの場からお別れしたいと思います。はい、じゃあ皆さん、とびきりの笑顔でカメラ目線でお願いします。はい、では行きましょう、番組の決めポーズです。せーの、サクッと。